ミューツーチャンネルのミューツーです。14時ぐらいから、ごく激辛ペヤングの。ちょっと闇静かに。一回消してと。ミューツーチャンネルのミューツーです。3月11日、時刻は10時50分になりました。朝、昼間の10時50分です。まあ、今日東日本大震災のね、日なんで、その日タイミングでちょっと黙祷配信後からしようかなと思ってたところで、今寝起きなんですけど、今ヤミーから LINE 来て、なんて LINE 来たっけ、ヤミーから今ツイキャス配信中のヤミーから LINE 来まして、なんかみかんさんがミューズと話したいってことで相談来ました。3人でお話は可能ですかって来たんですよ。ちょっとみかんさん、ちょっと昨日もダメだなと思ってさ、あれだったんですよ。今準備中なんでってことで今送ってますよ。準備完了、いつでもどうぞって送ります。なんかみかんと闇取れてまた通話が始まるらしいんで、ちょこっちに録画取ります。まあそういうことなんで、今から何の話するか知らないけど、お電話したいと思います。あー、かかってきた。はい、お疲れっす。ミュウツーチャンネルのミュウツーです。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。いや、全然早いな。いや、だってさっき今他のやつにアピールタイム設けてたから、俺も初っ端アピールタイムしようかなって。なるほど。そう、それでまあ配信見ちゃうかな。いや、めっちゃ寝起きだね。今寝起きでスマホいじってたら LINE 来たんで。あ、なるほど、たまたまって感じで。みかんさん、これ前回のおでの女なんだけど、うん、その方とちょっと話したいってことで。いや、してもいいんだけど、昨日ね、俺のチャンネル YouTube ライブの方で結構電話したのよ。あ、相談してたって。ね、最近ね、ヤミーじゃないんだけど、俺もね、メンタルクリニック会員しちゃってさ、まあ、話してたのよ。はい。で、ちょっと、いや、もう擁護できないというか、ちょっともう一緒に話したくないなっていう、なんかもう状況まで行っちゃって、ちょ、ごめん、もう俺はあなたと話せんわっていうことで電話終わったんだよね。はい。多分それをなんか悲観して、ちょっとヤミーに相談持ちかけてるんだろうけども。なんかね、俺が聞いた話だと、その近藤さんの枠に上がってミューズのこと悪く言ってしまって、それで怒ってるかもしれないっていう相談。ああ、てかね、昨日の配信でも俺予言してて、その俺の方で電話終わった後に、これ絶対近藤組長から誘われてるから、近藤組長のところに通話上がるだろうねって話してた矢先に本当に上がってた。で、その悪口まだ聞いてないけど、その悪口、人の悪口を平気で言うところも、昨日その俺との通話でちょっとそれ直さないとダメだよってことを言ってたのよ。あいつね、強制入院なんだよね、4月から。ごく最低5ヶ月間ぐらいって言われてるらしいんだけど。で俺も結構人の悪口言うからブームなんかもしんないんだけど、本当に話聞いてたら、その配信関係なく本当にリアルの人に対しても悪口やばいのよ。で、今本人いない間に、ちょっと俺も昨日の記憶曖昧だけど、はっきり覚えてるところから始まると、まずそのなんか、この前も一昨日ぐらい、もう3日ぐらい前なのかな、その精神科の先生と、まあ、カウンセリング受けてて、話してたことが、その院長さん、その担当医の先生が、まあ、高齢な方なんだけど、男性で、ボロクソ言ったらしくて、お前ハゲの80歳のジジイなんだから、そろそろ引退すればいいんじゃないのって言ったらしいんだよ。それダメだよっていうこと言ったので、その後にも急に僕と、あと内藤豊さんって配信者っていうか、まあ、YouTuber っていうか、まあ有名な方いるんだけど、アウトローナーの共通のリスナーさんの名前をいきなり名前出して、もうあれ止めなかったら多分そのリスナーをディスってたんだろうけど、止めたの。おいおい、やめろやめろ、それはダメだぞ、リスナーの悪口は言うなよって止めたの。まあそれも怪しかったし、で、その入院するんだけど、強制、まあ、精神病院にね、まあ、そこにいる患者さん、まあ、確かに、まあ、ご想像の通り、まあ、かなりすごい、
ある意味アグレッシブなファンキーな方が多いんですけど、なるほど、前回も今回もその人たちのことをディスりまくって、私あんな人たちと一緒にされたくない、そのところに入院したくないっていう、そのとにかくもう自分以外の人間ディスりまくって、そう喧嘩売りまくってんだよね。そうそうそう、なるほどね。でマジでそういうのダメだよって、そういうの直さないとあの入院ずっと続くし、そのために入院するんだよってことを言ってて、で最後に極めつけにあの俺に対してもうとどめを刺してきたのが、実はミュウツーさん他にもちょっと先生に言っちゃって、うん、ハゲの80歳の引退してるだけじゃなくて、最後に私先生にこの紅の豚がって言っちゃいましたって言い出して、もうごめんって、うん、ちょっともう話できないって。そうで、みかんさんもみかんさんで、その先生が嫌だから他の人に相談したんだって、病院内歩いて。で、まあ、ナースコールセンターの人なんか知らないけど、その、看護師さんの一番偉い人、まあ、女性に相談したんだって。で、その女性に対しても、普通にそういう人に相談しましたって言えばいいのに、いちいち中年の女性の方に相談したって言って、いちいち年齢ディスするんだよね。いちいち。女性のなんかそういうなんかね、先生って言えば、先生とか看護師って方って言えばいいのに、いちいち中年のっていう余計な一言挟むんだよね。そうで、その人とか他のなんか他にも5人ぐらいイケメンな男性看護師がいるんだけど、みんなに話してたら、うん、みんなあなたの診察を嫌がってますって、80歳のじじい嫌だから他の人に変えてよって言っても嫌がってますっていう話してたんだけど、まあ、最後にその紅の豚って最後に言った瞬間に、ごめん俺も診察できないわっつって、そこで電話終わらせてもらったんだよ。うん、でもともと近藤組長からまあ多分閲覧稼ぎのためだけど呼ばれてて、でみかんさんも自分の意思で断ってて、俺もやめた方がいいんじゃないかってことは言ってたんだよ。だから、この電話終わったから多分こいつ近藤組長のところに今通話上がりに行くぞって、うん、で言ってたら本当に上がって、でそこから俺見てないし聞いてないんだけど、俺も配信してたから、そこで俺の悪口言ってたんだろうけど、まあ、なんて言ってたか知らんけど、まあ想像通り予想通りって感じ。なるほど、分かりました。はい、以上です。はい、みかんさんはね、今通話話せるかどうかなんだけど、多分実家のトイレから電話してくると思うんで。そうだね、うん、ちょっと待って、まあ分かりました。とりあえず状態は、はい、状況か、状況は分かりました。はい、とりあえずゆきちゃん、じゃあみかんさんから連絡あったらまた連絡します。はいはいはい、じゃあまた待ってください。はい、はい、という状況ですね。今11時5分、うん、このあと黙祷したいのにね。まあとりあえず待ってますわ。はい、電話の方してみますか。あ、かかってくるな。グループできたって、うん、闇事件。トイレの神様、違うよ、トイレの、あ、待って、来たわあ、もしもしトイレの神様って何ですか。あ、なんでもないです。来たっぽいわ。じゃあ電話出ますね。すいません、すいません。よいしょ。はいはい、はいはい。じゃあ、俺それ聞いてないんだけど、なんつってたの、近藤のところで。近藤さんはやっぱり、精神、病院のこともバカにしてるから、うん、あんなとこに入院するはずないよなとかって、あんなバカなところに入院するはずないよなとかって、お酒飲みながら。何、近藤がそんなところに入院すんなって、その病院をディスってたの。で、そう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 。で、あ、30になってもクックとか言えないの、あれ、演技だよなとかって。
あ、まあ掛け算言えないもんね、あなた。言えない。だから演技なの。演技じゃない、あれガチだから、ガチガチ。うん、うん、だけどあの枠ではあの、はい、そうなんですって言うしかなかったんですよ。うん、だからそうなんですって言うしかない状況だから行かなければよかったのにね。でも近藤が酔った勢いで電話をよこしたから。で違うでしょ、あのあなたずっとさ近藤のところに電話上がる気ないって自分の意思で言ってたのに、うん、俺に電話切られたから寂しくなって近藤のところに上がったんでしょ。自分の意思じゃん。2回目よこしたの近藤は。だから別に自分の意思じゃん。最悪近藤のことなんかブロックすりゃいいじゃん、出たくないんだったら。自分の意思でしょ。だからそういうところで言い訳するあたりがちょっと、うん、ま、直さんといけんところだよって。そしたら近藤のあのリスナーのコメント欄見ちゃうんですね。うん、あのそしたらクズとかゲロとかこう書かれるわけなんですよ。うん、でもあなたも人の悪口言ってるけどね。そしたら、うん、近藤はそんなことないから、あんなミュウツーなんかいるよりも俺のとこに来て今まで通りあのスパチャ、ああいう話スパチャ投げろよみたいな感じで。うん、まあ金目的だろうね。でも私はあのところにいてなんか気分が悪くなってきました。あそこにいてたら、まあ近藤組長のところも精神病院みたいなもんだからな、うん、ナイトのところも、うん、そりゃそうだろうな。で昨日近藤の枠にいたのがブラック Z と、いやいい、いちいちだから、いちいちそういうね、あの何度も言うけどここツイキャスやねん。ツイキャスだからそこの界隈の話それ以上名前出しても分かんないし、だからいちいち悪口言うなって言ってんでしょ。だから病院の先生の悪口も平気で言っちゃうんでしょ。だから精神病院の患者のことも悪口言っちゃうんでしょ。変わってないじゃん昨日から。何人の話聞いてたんだよ。そう、うん、だからあのメツーさんをしっかり受けてションボルしたところに近藤が電話を起こしたから、あの言ってもらえるうちが花って言葉を覚えておいた方がいいし、あの近藤組長は多分そんなことクソどうでもいいよ。あなたのことはあのなんだろう、おもちゃだとしか思ってないから。あ、昨日はそう思いました。私はでしょ。うん、昨日はそう思いました、うん、あのただスパチャがもしあの振り込めて感じやんばかりに。うん、うん、まあ、ちなみにあのコメント欄今見てんだけど、あの掛け算のついてにやっぱ反応されてるから、以前俺のさ配信でさ YouTube ライブで8の段言えなかったでしょ。あれガチだったね。ガチ。じゃ次ちょっと7の段言ってみてよ。え、これ今、いや、あのもしかして、もしかしてヤミさんこれ今、はい、生ですか。当たり前だろ。いや、なわけないでしょ。私たち3人だけかなと思ってた。あのね、あのヤミーのことディスるわけじゃないけど、ヤミーが配信外で電話出るわけないだろ。3人だけで私たちやってるのかなと思ってた。いや、あの配信者目線的にね。うん、まあまあ、とりあえずユキコさんとりあえずさ、あのまあ謝ったけど、うん、あなたのこれでいいのかい。そうだね、私入院しちゃったらミュウツーさんに謝れなくなっちゃうから、昨日は近藤のせいでああいうこと言っちゃったからね。いや、その俺の悪口を何言ってたんか知らないけど。悪口じゃないの、あの近藤はミュウツーのとこなんかに行くよりも俺のとこに来いって何回も言ってたんですよ。でも それは分かったけど、あの謝る謝らないとか悪口言った言ってないじゃなくて、俺はそんなことはねクソほどどうでもよくて、治す気あんのかどうかって話なんだよ。治したいよ私は病気を。だから昨日も俺言ったけど、君に足りないのは我慢と努力なんだよ。我慢したらこれ言っ、あと相手の気持ちもちろん考えてって、あのこれ言ったら相手傷つくんじゃないかとか、これ本当に言っていいのかっていう、で相手が話してる時に
かぶせてくるでしょ、あなたちょいちょい。だそれも我慢しなさいって。それを直さないと、あの一生入院だよってことを昨日話したじゃん。覚えてないの？でしょ？そう。で、その挙句最後にさ、紅の豚って言い出したから、あ、もうダメだわと思って。そう。だって、担当医のことをね。だってあまりにも落ち着かんからさ、お尻にさ、2回も注射打たれてんでしょ？そうなの。そう、落ち着くための薬をなんかおけつに打ってんだって。あと、闇に言ってなかったと思うけど、この人ね、あの今の病院でもそうだし、で過去に皮膚科でも同じことしたらしいんだけど、ちょっと闇聞いてほしいんだけど、ちょっとお医者さんにちょっと強い言い方されたら、この人発狂して、あの火災報知器押しに行くらしい、走って。やば。うん、そう。それを過去に皮膚科でもなんかちゃんと肌荒れてるけど洗顔してるって言われてムカついて、あの押しに行ったりとか。で、その心療内、今の心療内科っていうか精神科でも入院ですねって、妄想型統合失調症ですねって言われた瞬間に、その時はあの我慢したけど、我慢できなくなって、次他の人が診察してるじゃんか、そこにわざわざ入ってって、なんだてめえこの野郎、なんで病院行かね、入院せんといけねえんだっつって怒鳴り散らした後に走ってって、あの火災報知器をして、まあ、ケツに注射打たれてって。で、あの2日前おとといもなんか診察室で、ね、先生にブチ切れたらしいから、ケツに注射打たれてるって。だからもうマジでこっちは心配して言ってんのに、それでも俺は相手してあげて、あの心配してあげ言ってあげてんのに、こんだけ聞かんかったらちょっと俺も対応できねえぜって話だったのよ。あ、難しいだろうね、そりゃ。そう、だからそれで近藤久美ちゃんのところに行って俺の悪口言っとろうが、もう今さらもうどうも思わんよ。悪口じゃないの、悪口は言ってないの、うん、近藤があんなところに行っちゃダメだから俺のところに来いって何回も。別にそれぐらいで怒らんよ俺は。まあ、そもそも話に乗ってしまったのが問題だから。でもその言ったけど、別にさ、電話切ろうと思ったら切れるわけで、自分ずっと通話してる。あの、うん、あ、3時半まで延々と喋らされたんですよ。いや、流通さん、私近藤に。それでも自分が好きでそこにいたんじゃないの？今闇も言いかけたけど。いや、あそこは気分悪くなったのに、さすがにもう。まあ、まあ、じゃあ、まあそれはいいけど。だとして、そのみかんさんはここどうしたい？私はもうこれ以上皆さんの迷惑かけるのももうこりごりだから、自分の病気と向き合って生きていきたいと思います。となると、ネットで一回やめた方がいいと思うんだけど。もちろんあのできませんからね、入院しちゃったら。まあ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 、だからそれまでの間ちょっとなんか、ね、残り20日間しかねえから、まあインターネット楽しめよっていう話はしてたんだけど、そう俺は別に止めなかったけど、ふわっちで配信したいんだって言うから、アカウントの作り方とか配信のやり方も全部一から教えてさ、配信中に、うん、そこまでしてるけど、ただ お主っていうか、もうみかんさんがそこまで言うんだったら、じゃあ配信やめないといけない、もうコメントも通話もやめた方がいいよねって話になっちゃうけど、どうすんのよ。だから今のうちに予行練習しないといけないみたいなこと言ってたじゃん。今ここで例えばね、俺のチャンネルで通話するときに、今ここであの直す努力とか言葉選ばないと、病院行ってもそうだし、病院に退院してもそうだし、変わらんしみたいな。そうだね、そうそう、ま、今予行練習で、ね、今からでも練習しないと、うん、そうそう、同じ繰り返しになっちゃいそう。そう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 。ってのを、ヤミーのリスナーさんに宣伝しますけど、あのミュウツーチャンネルってあの YouTube でグッ検索者出てくるんで登録お願いします。そういう話もしてました最近、はい、宣伝アピールタイム入らせてもらいますけど、まあそんな感じなんですけど、はい。ね、それでじゃあどうします？ゆきこったじゃないけど、みかんさん、はい、私はやっぱりこれ以上やっぱりやっぱり皆さんに迷惑かけるのもダメですから、大人
おとなしく皆さんに迷惑かけないようにおとなしく、あの ひっそりと、いや、あのおとなしくひっそりとできないからケツに注射打たれてんだろあのって言ったつ、多分今日の夜ぐらいにどっか通話上がるだろってね。上がんない、もういやだ、誰が信用するんや。あとはもうおとなしくひっそりと、無理だろう、おとなしくひっそりと、もうだって昨日俺が電話した理由も、この前電話した理由も、あなたから俺の配信中に LINE 送ってきてるでしょ。俺の LINE はコメント欄ちゃうぞ。だ潜ってコメントはしないけど、潜って俺に LINE 送ってきて俺にコメント売ってんだろ。だから想定で電話してもいいかいってことを聞いてるわけじゃんか。もうそれをしてる時点で、あ、ちなみにあなたのことブロックしてないよ。あなたの LINE はブロックしてないけど。お悩みを聞いてもらってんの。お悩み相談。だから、まあだから、それもしないってことでしょ。そうね。そう。それも送ってくんねって話だぞ。うん、そうだね。おとなしくってことは。そうだよ。どっかにコメントしに行ってもダメだし、どっかに電話とかヤード上がってもダメなんだよ。もうしませんよ。もうおとなしく、あの、あ、ちなみにあのヤードって分からん人のために言うと、YouTube で言うところの、あの、こういうコラボ機能みたいなもんです。にも上がらないってことね。はい。もう しません。もうおとなしくしてます。絶対無理だと思うわ。もう信用できんよ。ミュウツーも関わんないって話するんだから、これ最後よ、どっちみち。いや、俺は別に関わらんってわけじゃないんだけど、この子の約束、あの やっぱりあの、なんて言うんだろう、うん、精神的にまたショックになったら相談乗ってもらいたいです。どっちやねん、もう言ってることがもう二転三転してるんじゃん。違う、だからもうそれもしないってことでしょ。約束事としては迷惑かかるから出てこないって、もう言ってること、もうすでにもう真逆なこと言ってるじゃん。できないこと約束をするなよ。うん。そうだよ。迷惑かけないとそういうことだべ。でも精神的にショックになったら、ミュウツーさんには相談してもらいたい。じゃあ、できない約束最初からするな、ほら。その、要は俺今、言ってることって約束守れるのかどうかってことなんで、自分からその約束しといてどうなんだよって、その約束守りますって言われても、いや信用できんよって言ってたら、ほらもうすでに約束を破る宣言してるじゃん。だできない約束をするな。うん、そりゃスーパーでずっとあの惣菜の品出ししかさせてもらえんわな、レジ打ちさせてもらえんわな、そんな。それも近藤が昨日あのなんか笑いながらね、うん、そんなの嘘だろうとかって笑いながらバカにするわけですよ。うん、だからそういうなんか障害について理解のない人のところで話してもしょうがないぞ。そうそう、うん、だから今近藤はいいよ。そう、まあ、取りまね、まあそう、これ闇の枠で話すことじゃないんだよね。そうで、こういう人今コメントも読んでるけど、こういうループ見たくなるから、もう昨日と同じ話になっちゃってるのよ結局。だからまあちょっと一回ね、頭冷やしてさ、自分でさ、うん、考えた方がいいよっていうことを言ったじゃん。話つかんぜ、これもう本当にみかんさん次第なんだから、もう話つかん話なのよ。別に誰かが悪いとか、誰かがこんなこと言ったとかさ、なんかその勝った負けたとか勝ち負けの話とかさ、謝らないって話してるわけじゃないんだからさ、うん、別に闇のねコラボに上がるなんかあの変ななんかね、わけわからん無名のツイキャスの指導士の喧嘩じゃないんだから、うん、だからこの前言った通り、なんだっけ闇のリスナーさんだったっけ、この前の人を全然知らんけど、あの V さんだったっけ。ああ、V
V さんね、うん、V さんか、あの嫌味のリスナーなればいいと思う、やっぱり、うん、みかんさんは、ゆきこさんは、いや、そう、行き着くだけはそうなっちゃう、そうなっちゃうと思う。あと20日間しかないけどね。ですね。でも YouTube の あのこっちのさ、まあちょっと言って恥ずかしいけど、そのアウトロー界隈な、病人しかいないんだから、うん、ツイキャスの方がいいんじゃない？でもただこの電話する前のさ、さっきのコラボ者が上がった時のさ、コメント欄見とったらさ、もうひどかったけど、ね、消えろ消えろ、落ちろ落ちろってで、ヤミーがトイレ行ってる間に、あ、コメント読みますっつって、お前が落ちる、お前がキモいわ、あ、こいつ全員スパムするから、全員ブロックするからとか、わけのわからんこと言って、で、ヤミーがトイレから帰ってきたら、あのアピールしときましたとか、わけわからんこと言ってたけど、まあみかんさんもそうなりかねないけどね。うん、見てた見てた。まあとりあえずまあね、どうしますか、じゃあみかんさんね、じゃあもう私は近藤とはもう縁を切りたいです。あ、じゃあそうしてください。いや、それはそうすればいいじゃん。でてか、そういう話してなくね、うん、でも近藤はあの また戻ってきて、あの、いや、ブロックすればええやん。あなたが LINE ブロックすればいいやん、近藤のことを。そうそう、うん、で 今すぐしてください。じゃから、はい、指先一つで。でもみかんさん、ブロックの仕方わかるかな？あ、わかりますよ。あ、それはわかる。まあ今ちょっと、はい、あの通話から落ちそうなんで、バックグラして、別に今じゃなくてもいいけど、この後にでも。うん、ただ近藤枠はなんかあのひどい人、ひどい、だから全然関係ない人の悪口をまたしようとしてるやんけ。今度近藤組長のディスナーとかヤードに上がってるやつのことディスろうとしてるでしょ。だからそれを直せっつってのがわからんのか、昨日から。で、昨日のさ、近藤のあの枠のとこコメント欄見てた。だからコメント欄のことはいいんだっつーのー。今度お前、この後、あの、ヤミのコメント欄の悪口言いそうだな。まあ、可能性はあるね。あるでしょ。ていうか、俺とヤミのことディスりそうだぞ。あのカマキリと骸骨のクソチビとクソガリとノッポがよってさ、言いそうだぞ。あ、ごめん、ヤミのことディスってるわけじゃないよ。ごめんね。いやいやいや、いいんですけど。とりあえずなんだけど、まあ、その、うん、ネットには続けるんだけども、結局、うん、みかんさんのためになる方法は、うん、やっぱりキャスの方に誰か撮るかを、俺とか V とかに撮るかっていうのが提案なわけでしょ、ビューツ。いや、ていうか、あのね、こっちはね、えぐいから、えぐいのあればっかりは何とも言えないんだけどね、そこは。ただやっぱりそこまで言うっていうのは、うん、ために思って言ってるとしか俺は思ってないから。まあ一応ツイキャスもフワッチも、まあニコ生も YouTube も見てきたけど、まあ、YouTube っつっても今なんかクソ狭い界隈にいるわけなんだけど、まあ、ツイキャスの方が いやすいんじゃないかなと俺は思うけどね。コメント欄もどうですか？あの、優しい感じ？匿名にせんければ優しいと思う。匿名にしたらえげつないと思う、今のツイキャスは。ああ。そう。で、ヤミーそれ分かってるから匿名にしてないじゃんね。闇の愛情、匿名にしたら死ぬほど荒れるだろうな。うん。ってのは見りゃ分かる。だから匿名にせんきれんじゃない。ただ、ふわっちだと匿名にしないとコメント流れないから、ツイキャスの方がいいんじゃないと思うけど。あ、でも配信は別にふわっちでいいと思うけど、おすすめはしないけど、メンタルやられると思うから。だからこういうさ、なんだろう、なんか通話とかコラボに上がるんだったらツイキャスの方がいいんじゃないって思うよ。
そう。そう、ロム線になれないんだよね。いや、ていうか、ロム線になれないのかっていう人いるけど、コメントで。あの、ていうか、ヤミーのコラボとか通話に上がるやつは全員そうだろ。全員そうだろ。うん。自己承認欲求の塊しかいないんだから。まあ、売名もいるんだろうけどさ。いずれにせよだよ。うん、じゃあ、選択の方はどうしますか？私は、ヤミさんに お願いします。で、本当に入院するのか、これ。ね、そう、俺もね、ちょっとね、疑問なんだけど、本当に入院するの？だこれ今ヤミーの配信で言ってないけどさ、昨日上がる前にさ、あのみかんさんから LINE メッセージ来てさ、なんかその病院でさ先生と話してる時にミューツーチャンネルであの話して、あのお医者さんとかの看護師さんの悪口を言っちゃいましたってことを言ったんだって、わざわざ先生に向かって言ったんだって。そしたらそこにおった看護師とかが速攻ミューツーチャンネル調べて、あ、この人ですかって、この人の配信で悪口言ったんですか、ハゲとか言ったんですかって、ちょ、削除してもらってくださいよとか、うん、訴えんといけんくなりますよみたいなことを言われたらしくて、俺病院名もあのお医者さんの名前も聞いてないし言ってないから、まあそれは大丈夫なんだけど、そういうことペラペラ言うなしって話で、そう、ただそれ全部嘘だったらって考えたら怖いから、さすがに入院は本当なんじゃないかなと僕は信じたいけどね。でもミュートさん消してくれないよね。消す理由がないからね。病院側お願いしますって言ってんだけど、その病院側お願いしますって俺直接お願いされたわけじゃないから確証ないしね。しかもあの、うん、ディスるわけじゃないけど、あなた妄想型統合失調症って診断されたんでしょ。どこまで本当のこと言ってるか分かんないからさ、申し訳ないけど、あんまりね半信半疑で聞いてるよ、うん、正直。正直ね、妄想型だから妄想がすごいんだろうね、きっと。自分で言うな。自分で言うなし、うん、だから、まあ、妄想じゃなくても相手が言われたことを必要以上に拡大解釈して理解してする人に伝えてる可能性あるよね。例えば10のこと言われたのに、みかんさんの中で20だとか30だとかもっとでっかい数字に考えちゃって、それを人に言って、おい虚言じゃねえかって、話持ってんじゃねえかっていうパターンの人って、多分あの闇リスナーさんもね、そういうね闇のところの突者ね、死ぬほど見てきたと思うんだけど、まあそういうことなんだと思うよ。うん、そう。お二人は付き合ってるの？じゃあ退院したら結婚しようぜ、みかん。え、みゆちょさん、私みたいなのだって嫌だって言ってたじゃないですか。君が人として生まれ変わって出てきたら、その時は結婚しよう。うん。あの、便所太郎と同じところで結婚式しようよ。沖縄で。冗談だけど。まあ、とりあえずどうするよ、これ。まあ。だから今とりあえず、まあ入院することは本当だっていうことにしといて、あの4月からね、だから多分この子に必要なのは居場所なんだよ。そう、居場所が必要なの。そう、この人ネットでもリアルでも居場所ないんだよ。職場でも居場所なくても辞めたらしいけど、入院するから、あのこの人がなんでトイレから通話かけてるか教えてあげようか、闇。びっくりしたのが、もともと、まあ、この人実家暮らしなんだけど、あの自分の部屋とかベッドあったらしいんだけど、あの気づいたら勝手にお母さんの手によって、あの自分の部屋が物置になったんだって。だから今リビングのこたつで寝てるらしい。だ、そもそも自分の部屋がないってことなんですよ。で、病院の先生にも、もう入院させてくださいって。もうサジ投げられてる状態で、多分家にも居場所がない。そう。
居場所が欲しいんだろうなって、それでなんかホスト行ったりネットに依存したりするんだろうなっていうとこあって、だからあのまあ居場所が欲しいのかなって。だその居場所がちょっとね、あの僕らがいるこっち側はちょっとねあんまり影響として良くなさそうだから、まあ、ヤミーのところがいいのかなって俺は思ったりするよ。まあそれはもうじゃあみかんさんが考えてくださいなら、そうそういうこと。はい、です。うん、じゃあもうこれでいいのかな。じゃあみかんさん、まあ、俺はこれでいいと思ってるけどね。もうミュートさんとも縁を切らなくちゃいけないの？いや縁を切らないといけないっていうか、まあ俺んとこに来たって多分あなたの嫌いな配信者とかリスナーの 目に入ったり耳に入ったりするから、こっちの方がまだまあそれでも目に入るし耳に入るだろうけど、こっちの方がまだね距離を置けるんじゃないかなと思うよ。俺んとこ来たか来たらだけど、いや例えばさ、ヤミーさ、夜になったらさ、収益赤に切り替えるから、その時に嫁られても困ると思うし。まあね。そうそうそう。もう最近あれでしょ、もう、とりあえず昼間ツイキャス、午後夕方から YouTube、夜は、収益赤だからね。その夜せになってしまうのかもしれない、俺は。だから分かんねえけど、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと、まあ、それはもう次第ですよね。でもそれもそう、まあ、とりあえずまあなんて言えばいいんだろうね。とりあえずまあもう悪口はやめな。とりあえずいやもう来てもいいけど、来てもいいけど、本当悪口はあなたはやめた方がいい。でもお悩み相談としてミュウツーさんに LINE 送ってもいいですか？いいけど本当直しな。あちなみにさ、次いつ心療内科行くの？来週。来週の何日ぐらい？金曜日。来週の金曜日、17か。じゃあ17以降にまたおいで。以降に？それまではダメ？だって別に同じ話の繰り返しになるんじゃないか。まあまあ来てもいいけど、まあ LINE 送ってくる分はいいわ。まあ LINE 送ってくる分はいいけど、とりあえずさ、来週の金曜日に心療内科でまた話してどうだったかってことを聞かせてください。その時はじゃあ。ありました。うん、ミューツメンタルクリニック予約してください。はい、うん、まあ、それでじゃあ話そうか。うん、それか闇のところに昼間にこうやって上がればいいんじゃない。話すことあったらね。まあそうなんだよね。私話すこといっぱいありますよ。だってね、ちょっと今ね、ヤミーと俺はね、通話終わらせようとしてるんだよ。何続けようとしてるんだよ。今のヤミーのうーんはそういうことなんだよ。空気読みなさい。はい、すいません。はい。じゃあ、そういうことで、ありがとうございました。はい、じゃあ、わかりました。了解です。じゃあ、みかんさんもじゃあ話したことあったら、はい、聞きます。はい、よろしくお願いします、ヤミーさん。はい、はい、では失礼いたします。はい、失礼します。はい。ああって感じです。ヤミが急に顔出し始めたな。ミューツチャンネルのミューツでした。よければチャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、ゴシゴシ。